こんにちは、レオです。今でこそ僕、アップル製品が大好きなんですけど、実は昔はアップルなんてって思ってる時代もありました。その証拠に iPod は僕1台も買ったことなくて、当時はソニーのウォークマンを愛用していたくらいです。今はアップル大好きです。で、ソニーもまだまだ大好きですし、Google も好きです。好きなブランドがあって語れるってめちゃくちゃ楽しいことですよね。ということで今日は僕が好きなブランドについて自己分析したいと思います。よろしかったら最後までお付き合いください。そしてぜひコメントでも皆さん参加してください。一気に寒くなってきましたね。もう初めて今日長袖で動画をこの冬、撮影しようと思ってます。まだ秋か。はい、ということで、そもそもなんで僕がアップル嫌いだったかというと、理由は3つあります。で、1つ目は iTunes の UI と UX に全然納得いってなかったからです。僕ね、当時は Windows を使っていたので、iTunes の自分で音楽ファイルを管理させてくれない感じっていうのが非常に苦手でした。任意のフォルダから音楽を選択して iTunes に追加っていうのをこうバーってやれればいいものをなんか一括で同期するみたいなやり方しかできなかった印象で、できてもなんかちょっと手間だった印象で、しかも iTunes のプレイリストの中の音楽がパソコンの中のどこに格納されているのかいまいちわかりづらくて、まあ、そういうのが全部ストレスでした。ちなみに個人的には未だに Apple Music とか Apple TV Plus の UI UX ってそんなに使いやすいとは思ってないんですよね。なんかね、何するにしても遠回りしなきゃいけないような感じがして、まあ、Apple Music より Spotify の方が若干なんか直感的にこう再生バンバンバンってやってられる感じがするし、Apple TV Plus より Netflix の方が若干使いやすいような気がしてます。 Apple TV Plus 最近うーんって思ったのが、なんか作品を見てて、でその作品のなんかシリーズが見たくて、でパネルに行きたかったんだけど、その作品のパネルみたいなページみたいな場所に行こうと思ったらどうやって行ったらいいのかわかんないみたいなのを最近も感じたし、これ前からずっとある問題だったりします。でもトータルで見ると Apple TV Plus の作品僕すごい好きだし、 Apple Music はすごい使い、iPhone で使いやすいとかそういう気持ちはあるので、だから使ってるんですけど、UI UX の部分で、ね、ちょっと不満があるないとは言えません。で、二つ目は、メディア管理方法です。といってもこれは今振り返れば僕が時代に取り残されていたことが原因なんですけど、iPod とか iTunes が出てきてハードディスクに曲をたくさん入れて全部持ち歩くっていうコンセプトを聞いたときに、もう素直に不便じゃんって思いました。当時はね、MD ウォークマンの時代で、自分の好きな曲を MD ってやつに入れて、もうこれちょっとインターネット老人会の話になっちゃうんですけど、MD っていうものに入れて、アルバムを作って、そして自分に合わせて MD を入れ替えるっていうのが普通だったんですよ。で、なんか HDD に何千曲入るか知らんけど、毎回家で同期しない限り、こう出先でも聴きたい曲が聴けないっていうのは、なんか縛られてる感じがしたんですよね。で、今思えば僕なんて大した音楽通でもないので、1000曲も持ち運べれば合理的に考えて十分だったんですけど、なんか縛られる感じが気持ち悪かったんですよね。で、3つ目の好かんかった理由はブランドですね。なんか少し前に僕動画アップして、スタバマックをバカにする人が残念な理由っていう動画をアップしたんですけど、この中で僕バカにする人、スタバマックをバカにする人のことを言いました。で、このバカにする人って誰かというと、実は昔の僕なんだと思うんですね。まあ、正確にはこう使ってる人をバカにする気持ちって別になかったと思うんですけど、アップルっていうブランドに対してなんか鼻持ちならんって思ってた僕がいました。なんか高くてブランド力があるって、これだけじゃんって思っちゃってた僕がいたんですよね。で、元来まあそんな人間なので、今でも自分の中には多分アップルはブランド力だよねって思ってる部分が 0.数%くらいは残ってて、そんな自分の中の意見を封じるための動画なんですよね、あれって結局。それで言うと、多分アップルに対して僕のように心のどっかでは、これってブランド力にすごいお金出しちゃってんじゃないかって感じながらアップル製品使ってる人って少なくないと思うんですけど、どうですかね。共感してくれた方、ぜひぜひ、ライクとコメントください。じゃあなんで、今はアップルが好きか、という話をしましょう。
まずアップル製品って一度慣れると何も考えなくていいところがいいんですよね。こういう何も考えなくていい状態にいる人のことを下に見る人もいるんですけど、僕は何も考えなくても任せられるっていうのはとても大きな価値だと思ってるんですよね。結局一人分の脳みそのキャパシティなんて決まってるんで、毎日ガジェットを最適化するために脳のリソースを使うなんてほとんどの人にとっては無駄なんですよね。もちろんね、それが好きな人はそれをしたらいいんですよ。だけど普通の人はなかなか難しいかなと。で、今さっきネガティブな感じで話したこの iPod は自由にさせてくれないし、ファイルがどこにあるかわからないみたいな問題も、確かに当時の僕はこれじゃ使いにくいって感じたんですけど、今振り返ると、お前は何も考えなくてもいいから、とにかく寝る前にこう繋いでおけばいいんだよっていうふうにアップルが言ってた、そんな思想の表れだったんじゃないかなと思います。当時スティーブ・ジョブズのそういう、こう簡単にシンプルにしようっていう理想が実現できてたかどうかは置いておいて、今の僕だったらその思想は共感できます。あと iPhone の機種変更とかでも、今だとモヤモヤってしたやつを撮影するだけで、全部無線でやっといてくれるの、マジで便利すぎます。昔ね、データを一度パソコンに移してとかやってたのが逆に衝撃的なくらいです。で、次にアップル好きな理由は、アップルはエコシステムの連携が気持ちいいっていうところがあります。改めて考えると、アップルってこのギャファムとかソニーとかサムスンとかと比べると製品群をかなり絞ってますよね。それでこれだけ売り上げて時価総額が高いっていうのがマジで驚異的です。多面的に製品展開して、それぞれの部門のヘッドの思想で商品を作るっていうのとは対照的に、こうアップルとして一枚岩でやってるっていうところが特徴なんですけど、だからなのかエコシステム間の連携っていうのがとても気持ちがいいです。で、エアドロップは最たる例ですよね。あと iPhone のロックを解除するだけで Apple Watch もロック解除されるとか、 AirPods を iPhone に近づけたら勝手に認識するとか、あと探す機能で何でも探し合えるとか、本当に例を挙げるとキリがないです。この連携に関しては多分 Apple 以外にやれてる企業なくて、今後このレベルでやれる企業っていうのもかなり少ないと思ってます。だから Apple 製品の沼にはまっていく感じっていうのがあるんですよね。この前 Apple 社の戦略解説動画の時は Apple の視点で語ったんですけど、ユーザーとしてもこのデバイス間連携っていうのは、まあ、マジでありがたいわけです。で、こうやって話してみると、アップルが好きっていうか、まあ、アップルが実現したい思想に今共感していて、その思想が機能に落とし込まれているっていうところに魅力を感じているっていうのが、今のアップルに囲まれた暮らしにつながっているみたいです。ただ、アップルが好きっていう話だけをしたわけじゃないですよ。僕、Google も好きなんですよ。Google にはまず人の役に立つものを作って、それを広く使ってもらうことで最終的にビジネスになるみたいな思想があると思ってて、そこがめちゃくちゃ好きです。というかユーザーとしては僕 Apple の製品好きなんですけど、生き方としては僕 Google の考え方の方にしっくりくる人間です。 Google を支える検索エンジンの成り立ちからそうなんですよね。当時から検索エンジンっていうのは Yahoo とか存在していて、でも創業者のラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンっていうのが、研究でね、別のやり方を考案したわけなんですよ。で、これが情報を探すのに困っている人たちの助けになるっていうことで、多くの人にバーンって使われるようになって、今度この仕組みをお金に変えるために検索連動型の広告っていうのを作って、最終的に人の情報にたどり着きたいっていうニーズと企業の情報を提供したいっていうニーズのマッチングで、こう莫大な売り上げを稼ぐようになったわけですよね。で、 Google マップスも Google らしくて好きですね。これは正確には Google がゼロから作ったサービスじゃなくて、キーホールっていうのと、あと Wear2 Technologies っていうこの2社を買収したところから始まったんですけど、もともとは地図って当たり前に有料だったものなのに、莫大な研究費を使った上に無料で公開して、みんなが地図上のコンテンツを検索できるようにして、その上でやっぱりこう情報を知りたい人とその人にマッチする広告でビジネスが成立するようになった、するようにしたっていうのがすごいですね。 YouTube もしっかりですね。最近思うのは YouTube の成功って、その前の AdSense の成功がかなり大事だったんじゃないかなと思うんですね。 AdSense っていうのは知らない方多いと思うんですけど、ブログとかでコンテンツを発信する人が、そこに Google の広告を載せることで、その広告の収益を Google からもらえるっていう仕組みで、ブログ全盛期の時代からね、ブログ運営者の生活を支えてきたサービスなんですよね。で、この仕組みと、ここに乗っかるクリエイターと広告主のネットワークが最初からあるっていうのが YouTube の武器として強すぎるんですよね。
インスタグラムというかメタは未だにこれができてないですし、 TikTok も別の方法でクリエイターサポートしてるんですけど、 YouTube の仕組みほど強力じゃないので、やっぱり TikToker として有名になった人がより収益を安定させるために YouTube に活動の場を広げるみたいなのがあるあるになってます。で、このAdSenseの仕組みだって最初は結構な先行投資から始まってると思うんですけど、最後ビジネスにつなげていく感じがめちゃくちゃかっこいいと思ってます。Android もそうだし、 Gmail とか Google Photos もそうですよね。なんか上げ出せばこれも枚挙にいとまがないくらい、 Google はこの先行投資で世の中の人を助けて後からマネタイズするっていうモデルで成功してきてます。そういうところが僕は Google 大好きです。あとソニーも別のアプローチで好きです。ソニーはね、いろいろ変遷があって今の感じになってるんですけど、今のソニーってすごいいい感じだと思うんですよね。独自の強みがありますよね。何せコンテンツが強いです。特にエンタメ系のコンテンツですね。2021年で言うとソニーピクチャーズエンターテインメントの売り上げって世界の映画会社で2番目だったらしいんですよね。でソニーミュージックはユニバーサルミュージックと世界トップ音楽レーベルの座を争ってます。でゲームもこれはどちらかといえばプラットフォームの方が強いんですけど、まあコンテンツ側も人気タイトルありますよね。でハードウェアを売るときに魅力を伝える方法として絶対コンテンツって必要ですよね。ゲームが最たる例ですけど、で一昔前に税金たくさん使って施設だけを作って使われないっていう行政のやり方を箱物行政とか言って批判したりしましたけど、まあ、例えば身近なところだったらスマホだってスペックだけ良くて中身が伴わないと買うだけ買って使いこなせない箱物的な存在になっちゃうわけですよね。だからコンテンツを一緒に開発するっていうのはすごい重要で、これをやろうとしてまだまだ追いつけてないのがアップルだったりします。アップルはね、ハードで大成功したので、コンテンツにも手を広げたくて、Apple TV Plus をきっとやってるんだと思うんですけど、まだスケールっていう意味では結果が伴っていない状況だと思います。で、その結果 Apple がダメなのかというと、むしろ Xperia っていうハードがなかなか売れないソニーの方が、まあ、シナジーの面では苦労してるわけなので、まあ、どっちがいいと一概に言えない状態なんですけど、ソニーもね、ウォークマンとかエクスペリアとか世界的にある程度知名度の高いハードウェアのブランドって持ってるわけなので、このコンテンツをうまく統合活用する部分で突き抜けてくれたらいいのになというふうに思ったりします。変な話、 95% くらいのスマホユーザーってスマホでクリエイティブなことする人じゃなくて、スマホでただ映像見たり音楽聴いたりするユーザーのはずなんですよ。だからデバイス間で連携させて生産性を上げることに長けたアップルよりも、強力な IP を持っているソニーの方が独自性の強みを持っているような気もします。まあ、IP っていうのはコンテンツね、映画とかキャラクターとかね、そういったもののことですけど、まあ博打要素があるとは思うので、危うさはもちろんあると思うんですけど、それでも全然まだまだソニーはポテンシャル持ってると思うので、ハードとコンテンツの掛け合わせで再びこう世界でね、一世風靡してほしいなと思ってます。まあコンテンツの権利ってめちゃくちゃ複雑なので、僕は思ってるほど簡単にいかないのかもしれないなということも想像はしてるんですけどね。あと他のブランドで言うとツイッターも好きですね。ツイッターは何か緊急事態になった時に必ず訪れるインフラとして機能してくれるところが素敵です。地震あったら絶対ツイッター行くからね。みんなの声が集まる一時ソースとして世の中に役立つっていう、この路線を突き進んでます。逆に平時だとなかなか盛り上がりづらいっていうのと、あと稼ぎづらいっていう構造なので、株式会社になかなか向いてないなって感じちゃってはいるので、まあ、イーロン・マスクの買収と、あと株式非公開化みたいなことでね、広告以外の収益で成り立たせていこうじゃないかという、この舵切りね、ここら辺にはどうなるか分かんないけど、まあ、関係者じゃない身としては、頑張ってほしいなと思ってます。というか、一言で見ながら頑張ってくれと思ってます。あとアマゾンもすごいですよね。アマゾンはね、ビジネスですが何かみたいな、そういう感じを包み隠さない感じが好きです。お金稼ぐって大事ですよね。アマゾンのおかげで販路ができて新しい求人需要を生み出した中小企業ってめちゃくちゃたくさんいると思うんですよね。そしたら結果的に人の生活を良くしてるってことですよ。あとアマゾンってなんか企画通すときに最初からプレスリリースを書いて社内提案するらしいんですよ。で結局プレスリリースを読んだ時に魅力的かどうかで商品って売れるかどうかってなんとなくわかるし、偉い人って時間がないからこのやり方ってめちゃくちゃ効率的だと思うんですよね僕。でそういう仕事の進め方を含めて僕は好きです。あとマイクロソフトも好きですね。マイクロソフトね、アップルが勢い増してスマホの時代に突入しちゃって、もうマイクロソフト終わったかなって思ったら、そっから B2B 伸ばして会社安定させてくる横綱相撲感ね、これが好きです。
安定させてできた余裕でサーフェスとかに力入れて、パソコンとしてある程度浸透するところまで持っていってるっていうところもすごいなと思います。要はね、知れば知るほどいろんなブランドに魅力があるっていうことですよね。僕は思想が感じられるブランドっていうのが好きなんですよね。その思想の方向性がどうこうで好き嫌いになるっていうことは、まあ極端な場合を除いてなくて、むしろああこのブランドってこういう思想で社会を良くしようとしているのかなっていうふうに感じられるときに興奮します。いろんな正義感で社会を良くしようとしてくれる会社があるのって選びがいがあって楽しいじゃないですか。ということでね、今日はね、僕の好きなブランドとなんで好きかの自己分析にお付き合いいただきました。皆さんはね、どんなブランドが好きでしょうか？好きなブランドある方はどんな理由で好きですか？テック系じゃなくても全然いいです。ぜひぜひコメントで皆さんの好きなブランドについて教えていただければ嬉しいです。ということで本日の動画は以上になります。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram などやってます。全部レオと山で検索したら出てきますのでフォローしてください。いつもこんなガジェットに関する動画とか分析解説、そんな動画もアップしてるし、レビューも普通にアップしていくし、 Vlog もアップしていきますので、よかったらチャンネル登録もしてください。以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。